皆さんご機嫌ですか。どうもキボーです。俺の名はデューター・ミューラー。ドイツ代表幻のキーパーと呼ばれている男だ。今日はオーストラリアとの試合がある。しかしあと数時間で試合というのに誰も集まってないじゃないか。まったくどうなってやがる。もしもし、俺だが今どこに。ん、なんだと。オーストラリアじゃなくてオーストリア。おい、またミューラーのやつ国間違えたらしいぜ。マジかよ。てか俺ミューラーって人見たことねえんだけど。俺もねえわ。この前なんかスペイン集合だったのに日本にあるスペイン村ってとこに行ったらしいぜ。どうなってんだよそいつ。マジで幻だな。幻。というわけで今回は名探偵コナンのアニメに突っ込んでみたシリーズ第2弾行ってみましょう。殺意はコーヒーの香り。とある番組制作会社に密着取材を申し込まれるおっちゃん。最近仕事がないんだからやればいいと角と新紙に突っ込まれ、汚い大人代表のおっちゃんは番組制作会社にこんな提案をします。そっちで用意してくれませんか。未解決の殺人事件とかでっち上げて。何やらせを提案してんだよあんた。これは番組作る方が素人にお願いすることだよ。そんなこと言う父にドン引きの角。やらせはできないけど沖野陽子ちゃんがナレーションしますよと誘惑する番組制作会社。しかしそんな簡単に名探偵の毛利小五郎が釣られるわけがあった。毛利小五郎、人生のピークである。こちらはテレビ局のプロデューサー、いかにもである。例の件よろしく頼んだぞ。キックバックだよ。制作費を水増し請求して浮いた金をこっちに回すやつ。これまたいかにもである。さらに女を要求してくる始末。いかにも殺されそうである。その後プロデューサーの家に呼ばれた死神ご一行。しかしなんだか様子がおかしい。これはまさか、やっぱり死んでた。このアニメでは性格の悪いところを見せると大体殺されます。いやー、俺マジでこの世界に生まれなくてよかった。そして早速事件の捜査に取り掛かるコナン。いやお前、人間の死体の前でポケットに両手突っ込んで辺りをジロジロ見回すとかどんな神経してんだよ。ちょっと常識ぶっ飛んでませんかこの子。そんでいつも通りに目黒警部が到着します。そしておっちゃんにこんなことを言います。で、事件に遭遇してしまった探偵というのがまたしてもたまたま偶然運悪く君だったというわけかね。大体おかしいと思わんかね。連続もののミステリーじゃあるまいし、なんで毎度毎度都合よく。いや、やめておこう。警部、視聴者の代わりに突っ込んでくれてありがとう。その後、ランが食いしん坊なところをおっちゃんに突っ込まれます。おかげで妙なとこばっか育っちまって。その時の目黒警部の顔がこちらです。そう、こちらが世にも珍しい目黒警部がエロいことを考えている時の顔でございます。